やっぱり窓一個一個にすごく値段が当然つきますので、コストアップになっていくということで、全くいいことがないんですね。はい、こんにちは、広報の本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。今回ですね、窓についてご質問がありましたので、それを読まさせていただきます。いつも参考にさせてもらっています。窓について質問です。使ってはいけない窓とか、採用はしない窓、おすすめしない窓などありましたら教えてほしいです。よろしくお願いします、という形でご質問が来ていました。で、結構ですね、窓についてのご質問、すごく多いです。窓っていうと、一般的に皆さんですね、考えられるのは、窓の性能値っていうことですよね。ということを皆さん気にされるかとは思うんですけども、今回ですね、お話しさせていただくのはそういったことではちょっとなくてですね、使ってはいけない窓とか、できるだけおすすめできない窓のデザインとか種類とか使い方、この辺について少しお話しさせていただきたいと思います。で、今回のポイントは3つありますので、この3つについて少しお話しさせていただけたらと思います。で、まずトピックとしてお話しさせていただくと、まず1つ目なんですけども、ルーバー窓っていうことですね。ルーバー窓についてお話しさせていただくっていうことと、2つ目ですね、小さい飾り窓について少しお話していきます。で、3つ目ですね、窓の種類は多用しないことっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。はい、まず1つ目なんですけども、ルーバー窓って皆さん分かりますかね。見たことありますかね。ルーバー窓ちょっと分からない方いらっしゃると思いますので、ここに出したいと思います。こんな感じの窓です。この窓ですね、最近ご提案としてあまり使わなくなったのかなと思うんですけども、窓がですね、こういう風に開くんですよね。こうガラスが、こう細長いガラスがこう重なってて、それがこういう風にこう開いて、風通しがいい窓という風な形でよく使ってましたね。もう2、30年ぐらい前の住宅だと、よくこのルーバー窓ってよく使われてたと思いますし、今でもやっぱりご提案されることあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これ基本的には僕らの中では使ってはいけない窓ということで評判です。これ何かっていうと、もう単純に皆さん分かると思うんですけども、寒いんですよね。要は気密がめちゃくちゃ悪くなります。例えば高気密高断熱のお家に1箇所このルーバー窓をつけるだけで、そこから風をめちゃくちゃ吸ってきます。で、こういうルーバー窓ってどこにつくかっていうと、大体お風呂だったり、洗面所だったり、トイレだったりとか、そういったところにつきます。で、要は肌を出すところですよね、いうところによくついたりもしますし、そうなってくるとすごく風を感じてですね、極端にすごく寒くなっていきますので、基本的にこのルーバー窓っていうのはですね、今現状はですね、あまりやっぱおすすめはしませんので、よっぽどの理由がない限りはもうほぼほぼ使うことはないですし、多分僕は絶対提案しないです。で、あと防犯上もやっぱり良くないんですよね。こういうふうにこう簡単にこう結構こうガラスを抜かれたりとかいうこともあって、防犯上も良くないんですね。ルーバー窓つける場合はだいたい外にこう格子がついていると思いますし、やっぱりそういった面でもね、全然おすすめできないかなとは思いますので、特段の理由がない限りはこのルーバー窓っていうのは使わない方がいいんじゃないかなということで、一応お話をしておきますというところです。で、次2つ目ですね、小さい飾り窓っていうことなんですけども、これよくありますかね。デザイン上ですね、例えば小さい窓 300×300、 30cm×30cm の小さい窓を 3×3 でこう9つこう並べるような、こうデザイン的なこう小さい窓ですね、飾り窓をいっぱいつけるお家ってあると思うんですけども、あれもですね、あまりおすすめはしておりません。これまず何かっていうと、窓1個つけるのにすごい手間がかかって、大工さん手間がかかるんですね。で、その時点でコストアップになりますし、やっぱり窓1個1個にすごく値段が当然つきますので、コストアップになっていくということで、全くいいことがないんですね。で、デザイン上、ああいう細かい窓をつけるデザインが好きな方もいらっしゃるとは思うんですけども、その分必ずコストに反映されているということは知っておかれた方がいいんじゃないかなというふうに思います。3×3 で3つ並べて900ですよね。で、900×900 で、ちょっと隙間空けるので1200サイズぐらいのところですね、1200×1200 ぐらいのところにこう窓が9つついているような形のデザインされるんであれば、もう1個の窓ですよね、900×900 とか 1100×1100 の四角いスクエア窓を1個つける方が絶対コストは安くなりますし、大工さん手間も減るというのはありますので、その辺も意識してですね、コストのことも考えながら窓のデザイン数ですね、というのは必ず決める必要があるんじゃないかなというふうに思いますので、そこだけ知っておいていただけたらと思います、というところと、もう一つあるのが、例えば外壁がサイリングとかですね、そういったもの材料を使われている場合っていうのは、窓の周りが全部コーキングが入りますよね。 300×300 の窓を9つつければ、その9箇所分全部にコーキングが入っていきます。なので、その分ですね、すごくそのコーキングはやっぱりメンテナンスが必要になったりとか、後でやり替えですよね、いうのが必要になってきて、すごく手間になっていきますし、窓がその分数がつけば数がつくほどですね、そこに雨だれがついたりとか汚れが目立っていくっていう原因にもなりますので、そういった飾り窓をですね、多用する場合っていうのは少し考えて
て設置された方がいいんじゃないかなと思います。極力大きい窓をこう1箇所ポンとつけるような形のデザインのファサードがいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その辺も踏まえた上でじゃあやっぱりつけようかつけまいかということはご相談してみてはいかがでしょうかというご提案になります。はい、次、3つ目なんですけども、窓の種類は多用しないことをお勧めしています。で、まあ、この窓の種類っていうと何かっていうと、例えば吐き出し窓だったりとか縦滑り窓、横滑り窓、レン窓とかですね、片袖フィックスとか、まあ、いろいろあるかなと思うんですけども、基本的に窓のこういった種類っていうのは、まあ、3つぐらいに抑えてデザインする方がやっぱりスッキリするんじゃないかなというふうに思います。まあ、南面に関してはですね、こう引き違いの窓ですよね、日射し側面という形で引き違いの大きい窓だったりとか大きいフィックス窓入れたりとか、2枚の引き込みだったりとかっていうような窓はあるかなと思うんですけども、この東西北面の小さい窓に関してはですね、極力デザインの観点から言うと窓のデザイン種類を揃えましょうというのがおすすめをしております。で、例えばなんですけども、縦滑りのこういう縦に長い窓ですよね、いう窓を例えば使う場合なんですけども、例えば同じ東面ですね、家の東から見た時の面に対して、例えば一つの窓は30cm×97cm、 僕らよくその 400×970 とか640×970、640×1170とかっていうサイズが、まあ大体規定があるんですけども、その一つの窓のサイズを決めたらそれに統一する形がまだいいんじゃないかなと思います。で、ここの同じ面の中に2種類も3種類も窓のデザインとか種類があると、まあ、そこが見えない面だったらまだいいんですけども、外から見るとすごく落ち着きのないデザインになってくる可能性がすごくありますので、その辺の窓ってすごくデザイン衣装上すごく大事なところになってきます。で、その窓をですね、やっぱり室内から見てると、ここにこういう窓があったら可愛いよね、デザイン的にいいよねとかいうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、外から見た時のね、デザインもすごく意識しておかないと、なんかこうちゃかついたようなデザインになってきますので、窓の処理はですね、やっぱり極力絞ると、400×970 を使うんだったらそれに統一する、640×1170を1個つけるなれば極力それを全部統一するというような形の窓のデザインの使い方というのを少し覚えておいていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますので覚えておいてください。で、特に北面とかはですね、窓のデザインすごく大事になってきますので、まあ、その辺はですね、設計士さんがですね、しっかり考えていただけるのではないかなと思うので、北面の窓のデザインとか種類に関してはですね、まあ、プロの方にお任せする方がいいかもしれませんね。そこをですね、やっぱり室内側からだけ見てどうしても窓が欲しいからとかっていう形で窓の種類をですね、多用していくと、せっかくの家のデザインがですね、すごくかっこ悪くなっちゃいますので、北側道路のお家の北側の窓っていうのは特に意識して、窓の種類、デザイン、位置ですよね、いうのは考えてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますという形の、まあ、アドバイスになるかなと思いますので知っておいてください。はい、一応ここまで3つお話させていただいたんですけども、実はあと2つあります。はい、でこの2つに関してはですね、メールマガジン限定の配信させていただこうかなというふうに思います。使ってはいけない窓とか、窓を使うんだったらここに使いましょうっていうような、僕がまあいつも設計をするときに意識しているポイントがあと2つありますので、これに関してはですね、メールマガジン限定動画にさせていただこうかなというふうに思っています。まあ、なんでこういうことをするかっていうと、やっぱりですね、ここで話してしまうとですね、いろんなところから親が飛んできてですね、結構めんどくさいことになっちゃうんですね。なので基本的にはですね、こういった内容というのはメールマガジンの限定で配信させていただこうかなと思っていますので、もしこの続きをですね、動画をご覧いただきたい方はですね、まだメールマガジン登録されていない方はですね、ぜひこの下の動画の概要欄のメールマガジンですね、登録していただけたら、この動画の続き配信させていただいて、残り2つお話させていただくようになりますので、もしよかったらご登録お願いいたします。はい、この動画が参考になりましたらぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録窓の方ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとメールマガジンですね、先ほど言ったようにここでお話しできないことをメールマガジン限定でどんどん配信していますので、よかったらメールマガジン登録していただけたら幸いです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。